福木康夫は、香川県出身のプロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。高松商業では、投手として、徳島商業の林義和、松山商業の千葉茂と共に、四国の投手ビッグ3と称された。卒業後の1938年に、東京巨人軍へ投手として入団し、1939年には6勝を挙げる。 1940年に三一主、1941年に保守にコンバートされ、1942年には王将した吉原正義の後釜として正保守となり、90試合でマスクをかぶった。戦後は1947年に阪急ブレーブスへ入団してプロ野球界に復帰。阪急では戦前からの正保守であった日比野武氏がいたために、 しばしば一塁を守るなど、出場機会には恵まれなかった。1950年の2リーグ分裂に伴って、新球団の西鉄クリッパースに移籍。チームの初代4番打者を務めるが、1951年に西鉄と合併した西日本パイレーツから日々の武士が移籍してきたため、約10年ぶりに巨人へ復帰。復帰後は藤原哲之助を押しのけて、正捕手となり、 71試合にマスクをかぶって打率。292の高成績を上げる。同年に行われた南海との日本シリーズでは、全試合にマスクをかぶって、木塚中介、影山和夫、飯田徳次ら、100万ドルの内野人の足をわずか1、盗塁と完璧に封じ込み、巨人の2リーグ分裂後初の日本一に大きく貢献。その後は1952年に、 ハワイから来日した広田淳に押されて出場試合が徐々に減少し、1955年に太陽ホエールズへ移籍、同年引退。引退後は日本テレビ、日本教育テレビ富士テレビ日本放送、文化放送解説者や日韓スポーツ評論家を経て、1968年からは別所竹彦監督の招兵で産経アトムズ、 アトムズのヘッドコーチとなり、1969年まで、務めた、クスノキ教老に関するカテゴリー、クスノキ王に関するカテゴリー、ありがとうございます。